ここがバルスタール水道。へえ、結構大きな地下水道みたいですね。王都の地下水道ほどではないが、それなりの広さはあるだろう。本日の演習は水道の採用にあると思われる機密文書の回収だ。機密文書？あくまでもそういう想定での演習だよ。とにかく水路の採用まで行けばダミーの書類が見つかるはずだ。それを回収できたら演習終了さ。話を聞いてる限りだと簡単そうに聞こえますけど。当然演習というからにはいろいろと用意してるのよね。まあご想像にお任せするよ。ちなみに徘徊している魔獣がかなり手強いのは確かだ。ひょっとしたらチェインクラフトを使いこなす必要があるかもしれない。チェインクラフトっていうと。ここに来てから特訓した仲間同士による協力攻撃ですね。ああ、複数の仲間が敵を同時に攻撃できるクラフトだ。せっかくだからこの演習中に試してみるといい。うん、わかった。それと戦闘に際して君たちにこれを渡しておこう。あ、これって。これは魔獣手帳ってやつですね。ああ、戦った相手の情報を記録しておくための手帳さ。敵の特性が分かり次第その手帳に書き記すといい。敵の情報か。戦いには重要なことよね。うん、まず敵を知ることは兵法の基本でもあるからね。オンに来ます、グルツ先輩。礼には及ばないよ。加えて言わせてもらうと、傷を負った場合には無理せず撤退するように。オーブメントの回復装置も念のために用意したからね。さすがはクルツさん、何もかも準備万端ってわけね。うん、それだけに私たちもちゃんと期待に応えないと。それでは行ってきます。二人ともどうした？体力を回復したいときはそこの回復装置を利用するように。うん、小手調べにはちょうどいい相手だね。久しぶりの実戦だし戦い方を確かめながら行きたいとこだけど。どうする、エステルちゃん。基本から全部おさらいする、それとも応用編だけにする。念のため基本からにしておきたいかな。アネラスさんの言う通り魔獣との戦闘は久しぶりだもんね。うん、了解だよ。じゃあ行こうか、エステルちゃん。おう。
ライトライ。よし、問題なく倒せたわ。うん、それじゃあエステルちゃん、今戦った魔獣のこと早速魔獣手帳に記録しようか。了解、任せておいて。サラサラサラ、うん、これでバッチリね。この魔獣ブヨブヨしてて武器が効きにくいんだよね。そんな相手にはアーツによる攻撃が有効だよ。オーケー、アーツを使えばいいのね。よし、それじゃ行きましょう。無敵なり、なんちゃって。また現れたわね。エステルちゃん、今度はクラフトも使ってみよう。クラフトは攻撃だけじゃなく、いろんな効果があるんだ。 CP が100以上あれば、より強力な S クラフトも使えるよ。なるほど、戦術の幅を広げるのにクラフトは欠かせないわね。 S クラフトは S ブレイクとして使うことができるから、まさに戦闘のキーポイントだね。 S ブレイクのやり方については戦闘中におさらいしてみようか。うん、よろしくね、アネラスさん。
が剣は無敵なり。なんちゃって。もうこの通路も終点かな。どうやらそうみたいだけど、エステルちゃん、そろそろあれを試してみない？あれって、あ、チェインクラフトね。せっかく特訓した新しい連携攻撃だからね。漢字をつかむために早く実戦で試してみないと。それじゃあチャンスがあれば狙ってみることとしますか。うん、よろしく。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
やあ、ようやく来たか。クルツ先輩？ちょっと待って、入り口のところにいたはずなのに、どうして先回りしてるわけ？実は他に抜け道があってね、君たちが仕掛けを解除している間にまっすぐここに来させてもらったよ。ごっくん、せっかく苦労して仕掛けを解いてきたのに。それはともかく、やっぱりここが地下水路の採用なんですよね。ああ、その通りだが。それじゃあ回収する機密文書っていうのは。やっぱり自分の役は機密文書を強奪しに来た某国の武装工作員だと思ってくれ。当然同じ目的を持った者たちは実力を持って排除させてもらうよ。なんですって。機密文書は単なる口実、本当の演習課題は探索中の予想外の光線ってわけですね。そういうことだ。それではこちらから行かせてもらうぞ。砲術、貫けぬこと鋼のごとし。宝術儚きこと無限のごとし。見なよ、やっ、宝術貫けぬこと鋼のごとし。やっ、宝術貫けぬこと鋼のごとし。宝術貫けぬこと鋼のごとし。宝術貫けぬこと鋼のごとし。宝術穏やかなること白波のごとし。宝術貫けぬこと鋼のごとし。
砲術貫けぬこと鋼のことし。砲術貫けぬこと鋼のことし。やれやれ、手加減したつもりはなかったが、どうやら自分の負けのようだな。私たち勝ったの？さすがは砲術使い、二人がかりでやっと勝てたね。さて、工作員が無力化したことで、君たちは機密文書を回収した。今回の演習はこれにて終了だ。それじゃあ今日の訓練はこれで終わりとか？まさか。宿舎に戻って昼食をとったら、南にあるサントクロワの森に向かう。演習の反省点を見直す意味でも、みっちり訓練を受けてもらおうか。クルツ先輩って本当容赦ないですよね。